全ての情報を排除していくということも不必要であり、適切な情報を見て適切な判断を行っていく。この論文からすると、成長ホルモンを打つことによって身長が伸びるというのはある程度明らかでしょう。身長ビヨーン、医師学科学生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくね、タイトルにあります体質性低身長に対する成長ホルモン注射の効果と安全性についてってことですね。2014年の論文を用いて身長先生が解説、こちらの方でさせていただきたいと思います。この動画を見ていただくとですね、成長ホルモン注射がどんなものなのかとか、どういった効果が得られるのかとか、成長ホルモンがね、本当に安全なのかどうかとかね、そういったところがわかりますので、超本気で身長ね、伸ばしたい人はぜひ最後までご覧ください。成長ホルモン注射について説明ってことで、いつもよりね、難しい話を話させていただくような形になります。今までですね、成長ホルモン注射についても触れたことはありますけども、成長ホルモン治療についてはあまり今まで触れていきませんでした。というのもですね、 YouTube ってですね、非常に不特定多数の人が見ますので、間違った認識をねされないようにというところで、いきなりね薬を使いなさいとか、そういったことよりも、まずはですね、皆さんにどういった生活習慣が大事なのかとか、どういったねことをするといいのかとか、そういったことをまずは皆さんに知ってもらうべきだろうということを考えて、たくさん配信してきました。そうすると100本以上ってところで、あっという間にですね、そんな量になってしまったっていうのが今の現状になります。ここからはですね、もちろんね、生活習慣も配信していくんですけど、実際に私はクリニックの外来で治療しているような内容についてもね、これからは少し触れていって、より本気で身長を伸ばす、まさに全身全霊でねやる部分についても皆さんに説明していくべき、そういった時期に入ってきたと思っています。物事にいろいろ段階があるわけですね。例えばね、糖尿病であったとしてもね、まず生活習慣を改善しなさい、それがダメだったら飲み薬を飲みなさい、それがダメだったらインスリン注射を打ちましょう、そういった風に言われるわけですね。当たり前ですけどね、インスリン注射を打ってですね、変な生活をしてはいい、そんなことをね言うお医者さんどこにもいないわけですね。なので今日はね、注射のお話をさせていただいて、結論から言うと非常に効果が高いわけですよね。ただし、まあ、効果が高いからといって他のね要素をないがしろにしていいかというと、決してそういったことはないですね。そこもね、十分ご理解いただいていると思うんですけど、再度ね、注意のアナウンスをさせていただきました。物事に順番がありますよということですね。あとはですね、こういった動画を通して私の方がですね、まあ、皆さんにですね、身長が低いからイコールで注射打ちなさいとか、そういったことをですね、直接的に誘発するような内容ではないことも十分ご理解ください。最近だとですね、電車の広告の中で高校生のね美容整形を誘発するような広告があって問題だなっていうねこともね、ヤフーニュースで私も見ました。広告だからね、誘発する内容だろうというふうな気もするし、一方で正しい面でいろんな物事を判断していくっていうのも重要でしょうというところで、別にそれは企業側が悪いとか、受け取る側が悪いとか、批判した人が悪いとか、私は一切言うつもりはなくて、正しい面を持っていろんな物事の情報をね判断されることがいいことではないかというふうに思いますし、全ての情報を排除していくということも不必要であり、適切な情報を見て適切な判断を行っていくということが正しい判断だというふうに思います。しかもね、身長ってですね、人生においてですね、非常に大きなコンプレックスになるっていうところも事実の一つですよね。しかも、ね、大人になってからですね、変えられないっていうところが身長の難しいところ。もちろんね、手術もありますけどね、美容整形とかね、最近発達してますから、私なんかも目も整形してますしね、1年前の動画と見ていただいたら分かるとですね、もう激痩せしてですね、小顔もね、矯正も受けたりだとか、いろいろしてですね、もうかなり変わりました。大人になってからもですね、変えられることってたくさんあるんです。ただしですね、身長大人になってから変えられないってことで、どうしても変えられない部分に関して言うと、子供のうちにいろんな選択肢を検討すると、まあ、一概にね、悪くないように思うけどいかがでしょうか。ということで、今回ですね、2014年のですね、インターナショナルジャーナルオブペディアトリックエンドクライノロジー、ジュアン・F さん、オハイオ州大学の小児科の先生が書いてくださった論文になりますよ。題名はということで、グロースホルモンシグニフィカントリーインクリースディアダルトヘイトブチルデン with イデオパシックショートスタチュコンパリゾンサブグループアンドベネフィット、シンプルな題名ですね。シンプルな題名であればあるほど大きな論文ということも言えると思うんですけども、特発性低身長イデオパシックショートスタチュとね、皆さんの単語に出すと体質性という表現がね非常に理解しやすいかなと思うので、私はですね体質性という表現しましたけども、特定の病気ではないんだけども、身長が低いお子さんに対して成長ホルモンを投与したらすごく伸びてやる、そういったような論文になっていきます。こういった論文を見ていきながら、客観的にね成長ホルモン治療がどんな治療なのか見ていきましょう。今回の内容に関して言うと、 0.32mg パーキログラムパー週、1週間あたりに体重1キロあたり 0.32mg ぐらい成長ホルモンを投与、それらは123人の病気じゃないんだけど身長低い子たちに投与したんだよっていうところになります。で、基本的には週7回注射を打ったっていうような内容になります。それらを見ていくと、未治療の人よりもね、男性であれば 9.5cm、 女性であれば 8.6 cm も平均的に身長が改善したってことですね。なので例えばですけども、160センチぐらいになる子が 169.5 になった、そういったような意味合いだというふうにご理解ください。さらにそれを読み進めていくと、 Treatment was safe、 治療はね安全で、 Significant adverse events、 重大な有害事故なかったというところで、その先生たちの経験からすると、こういった治療っていうのは悪い治療じゃなくてですね、そういった選択肢もあってもいいんじゃないかっていうような内容の論文になっていきます。じゃあもう少し本文ね一緒に見ていきたいと思います。 Growth hormone treatment significantly improves the growth velocity and the adult head of children with ISS and is considered safe. The United States Food and Drug Administration
administration approved growth hormone treatment for children with ISS in 2003。 2003年にアメリカの FDA、 日本でとかの厚生労働省で該当しますでしょうかね、そういったところで成長ホルモンをね、病気じゃないんだけど身長低い子に投与することを承認してますよっていうところですね。それに対して安全で子供の身長を伸ばすのに有効であったっていうところが示されてると。それらは2002年のフィンケルステイン先生、1999年のハインツ先生、2011年のダールグレン先生、2011年のリー先生、そういったね論文から身長伸びてるのがよくわかるよっていうような内容になってきます。ですのでこの論文からすると、2014年の論文です、2014年の時点で成長ホルモンを打つことによって身長伸びるというのはある程度明らかでしょう。しかもある程度安全なんだと思うけども、細かいことを言うと投与量とか具体的にどういう人が効果があるのかないのかについても検討しています。そこまで喋ってしまうと分かりにくいので、今回そこら辺少し割愛していきたいと思います。具体的にどんな人たちが受けたかね、説明していきたいと思います。先ほどお伝えしたとですね、トータルリスク123名だったそうですけども、治療を受けられたそうです。年齢に関して言うと男性が 11.9 歳ぐらい、一番若い子だと 4.7 歳、一番年上の子だと16歳、女の子の場合だと平均年齢で12歳ぐらい。治療期間に関して男性の方が 5.2 年ぐらい、女性の方が 3.5 年ぐらいってところで、こういった論文にしたらやや遅めのスタートな印象もあるんですけども、そういったような時期に始まったっていうところになります。実際の結果どうかっていうと、先ほどお伝えした通り男性であれば平均でいくと 9.5 センチ、 7.4 センチぐらいから11.6センチぐらいの改善が多かったよ、女性であれば 8.6 センチの改善だったってことですね。この図をね見てみると分かりにくいかなっていう気もするんだけども、どういう意味合いが書いてあるかっていうと、3パターン書いてあるよってことで、 A さん B さん C さん、分かりやすい症例をですねお提示いただいてるわけになります。 A さんっていうのは非家族性低身長、家族の人はそんな身長低くないんだけども、この子だけ身長低くなっちゃった。しかも思春期が通常のタイミングで来た人に対して成長ホルモンどうやってどうなるの、見てみると、この子でずっとマイナス 2SD、 一番ひどい時だとマイナス 2SD を大幅に下回ってるので、そのままいくと日本人に例えるならば大体155センチぐらいになっちゃうんじゃないかなっていうところですね。この子はかなり長期間治療してるみたいですね。治療していったところ最終的にですね、平均的な身長まで改善したということで、皆さんに分かりやすくするために日本人に表すならば155センチぐらいになっちゃうというふうにね予測される A さんが170センチぐらいまで、ね、改善したよということで、10センチ以上の改善がした図になります。次 B さん、 B さんはどんな人なのって見てみると、非家族性低身長、家族は身長低くないんだよとかですね、やや春期が遅かったタイプ、そういった子に対して成長ホルモンを投与したらどうなったのって見てみると、この子で相当改善したってことで平均身長以上の獲得になってます。最初は160センチ未満になるであろうというようなペースから治療後上昇していって170センチ以上になってるってところで、この子もね10センチ以上の改善があって素晴らしいですねと。そして3番目がファミリアル、つまり家族性低身長、お父さんもしくはお母さんの平均値、そういったところはすごく低くて、その子も低いと。思春期症状に関して言うと通常のタイミングで来たよと。家族が低いとややね治療効果低いなんていう論文もありますので、そういったところがどうだったかってところで見てみると、この子に関してはという表現になるけども、十分に身長が伸びてこの子も平均身長以上になったというところで、いろんな条件においてこういった治療結果が得られたというような論文になってきます。あとに付け加えて言うんですけども、論文の中ですね IGF-1 の中についても触れています。 IGF-1 成長ホルモン一種みたいな風に捉えていただくといいと思うんですけど、そういったものがですね成長ホルモン投与によってむちゃくちゃ上がっちゃって異常をね来たすようなほどまでなってしまうんじゃないかっていうような懸念も世の中の人はしたりすることもあるけども、いわゆるね思春期の十分に予測できる範疇に収まって、そんなに問題があるようには見えなかったというふうな結論が書いてあったりもします。ということですね、今回ね論文に関して言うと、2014年の時点である程度成長ホルモンによる治療効果が得られるということが分かっていると。それに対して量だったりだとかサブグループを検討したと。その中でトータルを通して見てみても十分にね治療効果があったし安全だったんじゃないかというのはね、この先生の一つの意見になってくるかと思います。今日もねこんな感じでね終わりたいと思います。今後はですね、今まで以上にですね治療の内容についてもね、できるだけ客観的にですね、いい部分悪い部分も含めて皆さんにねお伝えできればなというふうに考えております。今後もですね全身全霊でね身長に関することね配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。